こんにちは、ルミです。今日は2022年の6月10日夜10時過ぎです。じゃあじゃん。今日はですね、昨日私に起きた事件をお話しします。簡単に言うと、昨日深夜、救急車で病院に行きましたという話です。まあ、そして、症状は多形紅斑って言って、多いに形、紅のまだらっていう字を書くんですけど、まあその帯状疱疹みたいなもので、救急車を呼んだということですね。これは避難されたくないので言いますが、深夜にですね、どんどんその症状がひどくなっていくので、その相談する窓口があるんですね。病院に行くか、まあ、様子見するかみたいなところに相談したらですね、まあその救急呼びましょうって言われたんですよ。まあ一人暮らしって言ってたし、その直接その病院に行くよりは救急車で行った方が対応が早いので呼びましょうって言われて、呼んで行ったので、避難しないでください。今ちょっと、ステロイドって楽にはなってるんですけど、これのもっと、5倍ぐらいひどい形の、ここもすごい腫れてるんですけど、うーちゃんが消えた。あ、チャチ、チャチ、あごこいで、はい、ごろんして、じゃごじゃんごろんわん。ですね、昨日の9日の午前中ですね、ご飯作ってる時に右腕になんかポツってこう痒みたいな、蚊に刺されたかなみたいな、症状が起きてですね、まあ蚊取り線香も焚いて、あ、こちらチャーちゃんはこれ引っ越しのストレスで剥げました。で、蚊に食われたのかって蚊取り線香つけたので、まあ、その頃から症状が始まって、で昨日昼の仕事だったん でその通勤中にですね、どんどんポツ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 と湿疹ができていくんですよ。で私乾燥肌なので、保湿をしていないと湿疹ができると思ってて、いつもお風呂上がりは夏場でもボディクリームを塗ってるんですが、その面倒くさいなと思う時があって、まあ今日ぐらいはいいかなっていうのが 何日か続いたんですね。まあそのボディクリームを塗れない状態っていうのが、まあよく考えたらちょっと余裕がなかったって今では思うんですけど、でその状態で、あ、いつものやつなったなって思ってたんですよ。で、お昼の仕事の休憩中に、ドラッグストアに行って、いつも使ってるボディクリーム塗ったら症状が落ち着いたんで、ヒリヒリってしてたのが落ち着いたんで、ああ、やっぱ乾燥から来てたなと思って。で、なんていうんですかね、そう、夏場が多いのかな？一回2月に、15年ぐらい前に一回2月に一月まるまるその痛みを伴う湿疹がずっと出てた時期があったんですけど、まあ思い返せばそれもきっと多形紅斑だったとは思うんですね。で、毎年というか、まあ気を抜いたらなるみたいな感じだったので、で1週間ぐらいずっと痛くて、でちょっとその跡が残って治る、綺麗に消えるのに、まあ少し時間がかかるっていう状態が
まあ大体毎年続いてたんですよ。でまあそれなんだろうなと思って、ああ保湿サボってたツケが出たなと思ったんですけど、18時頃にですね、接客中にどんどんひどくなって、今まではだいたいお腹とか足にポツポツっていう感じだったんですけど、そのさっき右手見せたんですけど、左はちょっと落ち着いてるんですけど、ちょっと少し残ってるの見えるかな。であとは脇の周りで、カバンとかよくかける左の首肩、もうすごい広範囲の湿疹で、鼠径部で、お尻と足の境目、もうどん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 プツ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 出てきて、それがこう1個の湿疹が100円玉ぐらい、これも500円玉ぐらいなのかな、100円玉ぐらいに広がっていくので、隣接した湿疹が一つの大きい湿疹になっていくんですね。スライムがいっぱい集まってキングスライムになるみたいな感じだったんですよ。で、接客中に これはひどいねみたいなお客さんと言いながらですね、でも大体皮膚科に行っても、その、あ、汗もでしょうとか、虫刺されなんじゃないのって言って、まあちょっと飲み薬と塗り薬もらうぐらい、ちょっと炎症を抑えてビタミン C 取らされてっていうぐらいだったんで、まあこれも1週間ぐらいほっといたら治るかなと思ってたんですが、どんどんですね、その家に帰って、その湿疹の部分が増えていくというか、で、熱を持ってるんですね、湿疹部分が。で、痛がゆい感じで、夜寝てたんですけど、寝入って1時間ぐらいした時に、ちょっと目が覚めた時に、うっかりちょっと手をですね、かいてしまったんですね。腕が一番かゆかったんで、そしたらもうかゆみが止まらなくなって、で、タオルを冷やして当てても落ち着かない。で、ちょうど昨日の朝ですね、4日5日前に観葉植物にアブラムシがついてたので、その殺虫剤を振りかけてたんですけど、まだアブラムシが出るので、なんか水で流水で流すみたいなことをしてたんですね、素手で。だからその薬剤のせいかなと思って、でまあググったら、まあそう湿疹が出るような反応ではないみたいなことが書いてあったんですけど、で、なんていうのか、皮膚にしか症状が出てないんですね。その喉とか息苦しいとか、呼吸がまあしにくいとか、めまいがあるとか、だるいとか。まあ、だるいはあったんですけど、めまいとか喋れないとか、意識が朦朧するとか、そういったやつはなかったんで、まあ大丈夫かなとは思ったんですけど、このまま寝てて、あ、そうだ、ここの右手のこの関節、ここの曲げる関節のところが赤く腫れて曲げにくくなってて、これ明日起きた時に万が一ですね、喉とか詰まって死んでたら猫が餓死するなと思って、ちょっとそこが一番心配だったんですね。私一人がまあちょっとしんどいのはいいんですけど、猫たちがちょっとお腹空かせて死ぬのはちょっと辛いなと思ったんで、その病院行くか行かないかの相談窓口を探して、電話して病院に行ったって感じなんですね。で、病院に行って点滴受けてたら、まあ、どんどん、まあ、ステロイド打ってたら、どんどん体が楽になってって、で3時間ぐらい寝て、で6時前に起きてくださいって、支払いして帰ってくださいって言われて帰ったんですね。で、今日10時過ぎぐらいまで寝てて、近所に皮膚科があったんで歩いて行って、
て、でそこの先生がですね、初めてまあ食物アレルギーは30分ぐらいで落ち着くから、一晩中どんどん進行していくっていうのは考えられない、薬剤の反応も違うと思うって言って、多分これは多嚢径反だと思うよ、違う、多嚢径反か、多嚢径反だと思うよって言って、そのお医者さんの図鑑みたいなのを出してもらって、でこういう湿疹がねって言った時に、ちょうど私にできてる湿疹とそのままだったんで、あ、これですね、その15年ぐらい前から始まった時に見てた自分の湿疹もそれだったんで、あ、これですって言って、私のただの毎年の肌荒れだと思ってた症状にちゃんと名前がついたんですね。で原因はなんか結構種類が多くて、まあ、中にはその鎮痛剤とかの飲んでた後に出る反応の一つとか、がん治療した後に出る反応の一つであったりとか、心筋、あとウイルス、まあ、そういったものの反応であったりとか、ヘルペスとかですね。なので、まあその引っ越しした後の疲れが出たっていうのが多分一番あれかなみたいな。4年ぐらい前におばあちゃん家に引っ越した時も、引っ越して2週間ぐらいして帯状疱疹になったので、私の疲れはなんかその肌に出やすい体質なのかなっていう感じでしたね。ちょっと免疫が、体力が落ちるとヘルペスとかの、通常だったら、免疫があって抑えれてる状態が抑えれなくなって出てくるっていう感じかなみたいな、そういう感じで、昨日生まれて初めて救急車に乗ったって感じですね。でもその実際乗ったりとかお医者さんとやり取りしてて思ったのが、その結構詳しく何時に何を食べて、何時に何をして、何時にこういう反応が出て、何時にその右腕だけじゃなく全身に広がってみたいなのをすごい聞かれるんですね。それがなんかちょっと取り調べみたいで怖いみたいな。その最初は16時ぐらいに湿疹が増えてって言ってたのを、いや18時だったっけって言ったら、さっきと違いますね言うことがみたいな言われて、怖いんだけどみたいな、そういう感じでした。まあ今日一日ずっと寝てましたね。なんかその深夜にあれこれやって寝れなかったっていうのもあるし、体がだるいっていうのもあったし、ということで、まあ一応明日出勤はするですけど、まあこの多嚢径反はうつる病気ではないので、まあ普通に出勤します。この間は仕事先のラブホテルにスマホを忘れて、後で気づいて自力で取りに帰ったりとか、その際に公衆電話でその携帯を鳴らそうと思ったら、公衆電話が JR の駅にないんですよね。その JR の駅改装してたので、逆に撤去したのかなと思って、で近くに交番があるあったんですけど、行っても誰もいないしみたいな感じで。もうスマホないだけで何も調べられないんだなって、結構大変な感じで、その時のストレスもその肌に出たのかなみたいな、ちょっと思いつつ、まあ最近あんまり調子が良くない感じですね。 今日はこんな感じ、ルミでした。